6月21日、今から日本に帰ります。おはようございます。ですね、昨日の夜11時ぐらいに帰国というか帰宅しました。日本にはねもうちょっと前に着いたんですが、やっぱりね JAL ということで、1時間半ほど、成田到着が遅れて、その分成田からセントリア行きも遅れましたという感じですね。今からね髪を切りに行きたいと思います。今日は髪切ったりね、ちょっとやることがバタバタしてるのでどうなることやらって感じですね。であと、いつもの恒例のね Mac のアップデートしたり、なんかね Wi-Fi の状況がちょっとね悪いので、それもね調べないといけないし、あとねカメラ屋行かないと、レンズをねちょっとって感じなんで行きたいと思います。あとねこれもやりたいよね。これアップデートソフトキーねをやりたいと思います。はい、ということで、美容室から帰ってきて、もういろいろやってたら夜になってシャワーを浴びた後です。で今日はちょっと待って、これをねやりたいなと思っております。パナソニックからね届いたログが使えるようになるコード、これだけで、必要なもの、これがキーコードかな。アクティベーションの手順、ファームウェアのバージョンを確認。はい。で、セットアップ、バージョン。で、ビビビビビってことですね。これをやって、今後、ログもね、取っていきたいなと思います。これ別で買うと1万円だけ、結構するよね。なんで1万円取るのかよくわかんないけど。キーコード。ステッカーで入ってるって感じ。こうやって。それでは、やっていきます。はい、無事 Vlog が投入されました。色味がね、ログなんて今はない状態なんですけども、これがね一応ログで、そこから自分でね色をかけていくと、現像するみたいな感じになります。あと届いたものというとこちらですね、64ギガパナソニックの、純正品になります。多分これ結構なお値段するんじゃないかな。
うん、非売品って感じですね。であとバッテリーが1本ありがたいってな感じです。はい、ということで今日はね、まあ、ひとまず帰ってきた報告をしましたということです。またね、なるべく早めに動画をアップしたいと思います。それではまた。